こんにちは、レイジです。天柱忍び大全の続きをやっていきます。前回久々に忍術回転を取れたんでね、今回も頑張っていきましょう。で、今回ボスが出そうなんだよな。死闘舞う黒装束やっていきましょう。城の中か。あやめは豪田九州を仕組んでいた鬼影配下の忍び部隊を殲滅させた。だがその部隊の指揮を取っていたのは鬼影ではなく、その配下の陣内右京であることが判明した。この男を倒さぬ限り豪田への脅威がなくなることはない。あやめは直ちに陣内右京を暗殺の手を講じる。陣内右京ってなんかいたよな。え、天柱くれないに出てきたやつじゃない？え、陣内右京、そうだよ多分。あ、そう、そうですか。行きましょう。陣内を倒せ。一つ陣内を倒せ。一つ屋敷内をよく見渡すべし。一つ迷うしときは地図を活用せよ。お、会話なし。いきなりいるよ。こうかな。はい。っていうか、ボス戦だったら、神妙丹の一つでも持ってくれよかったな。なんかポリゴンの切れ目が見えるぞ。あ、こいつ動かない人じゃない？前回もいたからね、そういう人。動かない人だ。じゃあ、後ろからやってやら。え、いけるよね。すげえ。え、ダメ。ああ。いや、向かないわ。こっちだから。この赤いところはいけないんだな、さては。ああ。じゃあ、そのためにこう広いのか。こっちから迂回できるように。こうか。神妙丹？ああ、しびれ団子。食えねえやつだ。こっちにいる？あ！来てる？あれ来てない。お？どこにいるの？え？ちょっと待ってよ。いた！今頭が見えた。いやー。あ、見えた見えた見えた。左上に顔だけ見えてます。こいつがあっち行った瞬間に出ていく。まだ、おお、うろうろすんだね君。あら、よっ、もう一人いる。え、すごく近いよ。これあれか？あ、違うわ。え、どこにいんの？建物の中？あ！ああ、下にいんだ。ここの地下があるんだな。読めたぞ。これでも見えないんでしょ、きっと。手裏剣。この部屋なんだ？手裏剣部屋か？一応、用心するに越したことはないな。この木は下のやつの木。よし、そいつ。えい。やりもらい。これなんだろうね。いつも取るけどわかんねえ。五色米かな。おっと。よし。残像だ。よいしょ。わざと横に印刷を狙いました。
語は何もなし。囲碁だね、これ。あの、離れがちょっと気になるね。うわっ、かっけえ。チャッキーン。おにぎりの一つでも持っとけよ。こっから地下に行けるわけか。どうする、もう行く、行くか。多分地下が正規ルートだと思うんだよな。本道だよ。でも敵は絶対いるからね。ここか。こっちだ。いたー。はい。何も持ってない。あ、待てよ。そこさ、上上がれたりしない？しない。あ、嘘だ。上だな。ここくっついてるか。いるよ。遠ざかってる。え？あ？あ、この声で。こっちだな。ああ、見つかっちゃったー。印刷は決められたけど、見つかってはしまったな。あ、やっぱ正規ルートだな、ここ。先に他のとこ見とけばよかったな。下だね。下なんだけど、ここら辺じゃねえな。こっちか。この下くらい。よいしょ。ああ。こっちか。いた。お。え、これ陣内じゃねえの。陣内だよ。え、もう行っちゃう？行っちゃうか。ここで印刷決められねえかな。さすがにダメ？やっぱ陣内だよ。天柱くれないの。え？行けたんだよ。え？偽物？おう。せいぜい冥土を楽しんでくるといいさ。さてと、もう一人いるんだろ。あ、やっぱり。じゃあこれは天柱紅の後の話か。ほう、今のを避けるか。いきなりとは随分と気が短いね。東東か、東のものだな。陣内、我が名は陣内左京。同じ顔とは珍しいもんだ。我の刃は右京ほど生倉ではないぞ。どきな、あたいはあんたと遊んでられるほど暇じゃないんだよ。力丸を救いたくはないのか。助けたくは俺を倒すことだ。そういうことかい。それを早く言いなよ。いや、強えからね、こいつ。剣撃飛ばしてきやがった。ほら、どっせい。そこで右京倒れてる。これ、あの、右京と左京っていうか、多分双子。うわ、え、食らってない。なんで？
あ、ちょっちょ。くそ。チャンス。ああ、リーチが短いんだよ、あやめちゃん。お、早いじゃん。刀しまうときがチャンスかなと思ってんだけど。ああ、ちょこちょこと。よし、入った。いや、お、投げ抜け。なんかザコの声がすごい。ほら、よいしょ、楽勝。これなんだろうね。くっ、さっさと力丸の場所を吐くんだね。その腕、己のために使えば良いものを。興味ないね。くっ、そうか、興味がないか。次は地獄で手合わせ願おうか。言っただろ、あたいにはあんたと遊んでる暇なんてないんだよ。さあ、常人かな今回は。一回見つかっちゃったからね。あとあんまり倒してない。え、マイナス75。はい、常人。発覚一回だと思うんだけど、そんなに減らされるか。13人もいたんだ。まあちょっと、あれだね、もっとくまなく見るべきでしたね。はい、ということで。いや、陣内出てくるとはね。あ、じゃあ、あ、わかったわかった。紅より前なんだな。前で、紅で陣内死ぬから死ぬんですよ。なので、今死ななかったからね。紅より前の話。ということで、ね。じゃあ、1の直後くらいの話だ。はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。